お疲れちゃんです。ラットでしたけど、今日なんですけど、こちらね、見ていただけるとわかるんですけど、ツイッターからね、お送りしております。バランス調整の、情報が出ましたっていうので、ちょっとね、僕は普段こんな感じで出さないんですけど、ちょっと出してみようかなと思い、急いで撮ってはいるものの、ドズさんとかがもう動画出してましたね。めっちゃ早いですね。負けまいと撮ってるんですけど、もう撮ろうと思った時にはもう動画出してるっていう感じなんですけど、僕なりにもね、情報を説明できたらいいかなと思います。で、次のシーズン新カードもね、出るみたいです。こんな感じのカードですね。で、そして、情報といえば、まあ、こうやってバランス情報、バランス調整の、内容ですね。が、こう出てて、これを、日本語にね、まとめてくれた方もいますっていう、もうすごいね、ツイッターとかやってる、やらない人とかもね、こうすごいんですよね。これぜひこの機会にやってもらえるといいんですけど、こういうこんな感じで、次はディガーがね、まず下方っていうのは言われてましたね。ディガーが下方っていうのはずっと言われてて、タワーダメージにだけでダメージが下がるって感じですね。なんで、ディガーを防衛とかで使ったりして、ユニットに対して与えるダメージが変わんないって感じですよね。普通にユニットに対しては変わらないけど、タワーへですね。タワーへ殴るダメージが、若干下がるよっていう、下方修正。そして次、クエイクですね。アースクエイク。クエイクは、テスラへ有効になりましたっていうので、隠れてるテスラに当たんなかったんですけど、隠れててもクエイク上がる、がテスラを壊せるっていうので、まあ、テスラ下方という扱いをしても多分一緒だと思うんですけど、というわけで、まあ、テスラ入ってるデッキって言ってもね、やっぱクロスが大まかかな。クロスなんで、かわいそうにはなりますね。というわけで、まあ、クエイクはクロスに対して、テスラに対してより強くなった。そして、大砲ですね。これもう、2.6 ホグ、換気じゃないっていう感じですね、これは。ダメージが 5% アップっていうのは、まあ、何が変わるんだろうって感じなんですけど、正直。2.6 ホグって、こう、ディガーデッキにね、きつかったんですよ。受けがやっぱ少ないっていうので、スケルトンとか受けても、なんかザップでとかでとかされたりするっていうので、ディガーがね、2.6 ホグがすごいきついデッキだったんですね。なんですけど、そのディガーが、なんと下方され、しかも 2.6 ホグに入ってる大砲が強化され、そして、まあ、ホグともね、相性にクエイクなんで、クエイクホグとかも増えそうですし、まあ、普通に 2.6 ホグも、まあ、増えそうで、逆にね、2.6 ホグもクエイク、がまたテスラ有効ってなってクエイクが増えるとまあ辛いかもしれないんですけど、結構ねホグはいい環境が来たんじゃないかなとは思いますね。そしてまあどっから来たんだ、ムートのダメージ 5% アップですね。まあ、ムートはそうですね、今だとほぼいないですけど、ババコやムートとか僕が使えそうなデッキとか、まあ僕は個人的にムート好きなんでありがたいなって感じですけど、まあ、ムートを多分そんな増えはしないと思いますね、結局。結局そんな増えないけど、まあ、ちらほらね、なんか、ムートロイホグ、ゴレムート、ジャイムートとか若干いる、増えるかなぐらいですね、多分。一瞬だと思いますけどね。で、ゴレが、まあ、下方でも強化でもなく、まあなんかね、前のラバみたいな、どっちでもないけど、ちょっといじるみたいな感じで、ゴレのちっちゃいやつですね。ゴレが爆破してから出てきた2体のミニゴレの、ダメージ、攻撃ダメージが 22% 下がるけど、その2体が死んだ時のダメージがアップするっていう感じですね。なんで、まあ、ミニゴレは放置し、むずいですね。最後の最後の爆破ダメが痛くなって、80ぐらいになるんですよね。80ぐらいに、2体がなるんで、これですね。160、2体の爆破だけで160受けて、ゴレの直接の爆破とかもね、受けちゃうと、結構痛いんで、まあ、確実にダメージを受けちゃうって感じですよね。小型ゴレの爆破ダメージってなったら最後の最後なんで、施設とかで誘導しても、最後の最後小型ゴレがね、タワーまで届いちゃうと、それだけで、まあ、言っちゃうと2体届くから160なんで、まあ、結構痛いかなって感じで、もうゴレ以降若干強化じゃないかなと思いますね。というわけで、新カードなんですけど、まあ、今若干見えましたが、こんな感じですね。3コストのエスペル。よいしょ。さあ。こんな感じで、落とせ、スペルなんですけど、自分の陣地にしか落とせないスペルと書いてありましたね。なんで、そうそう、自分の陣地に落とす。で、空にも陸にも反応できて、対応して、こうプリンセスとかガゴとかがワンパンできるっていうので結構軽くあると思うんですね。そして中からなんと親衛隊が1体だけ出てくるってやつですね。可愛いですね。なんで結構強いと思うんですよね。スパーキーとかの結構メタ、スパーキープラスなんかで攻めた時にそのね
巻き込みつつ親衛隊が受けていくみたいな感じで、さあこれですね、ロイヤルデリバリーですね。ロイヤルデリバリー3エリクサーで、こう3コスで出せるんですよ。これ3コス結構良くないですか。個人的にこれはね強いと思うんですよね。まあ自分の陣地にしか出せないっていうのがまあネックな点ではあるんですけど、なんでガゴムレとかね処理したいけど相手の陣地のだと無双されるみたいな感じではありますね。なんでまあそれがどうなるか、まあ僕的には結局強いと思うんですけどね。はい、まあでもそれならヤナアメでいいっていうのになるかもしれないんですけど、この新兵隊ってがねどれぐらい働くかにもよりますね。さあという感じで、若干のキャストの遅延が長いっていうのも書いてあります。若干の遅延効果っぽいのもあるのかな、若干ですね。はい、という感じで、まあ新カードとバランス調整こんな感じですね。まあこれで今日終わってもいいんですけど、どうせならこの強化されたカードを使いつつ、さあまあ一戦ぐらいかなやれればいいかなと思います。というわけでこちらムートデッキ準備しています。ムートのデッキはないんですよ、なかなか、なかなかないんですよね。まあロイホグと、本当にロイホグとこれぐらい、ババコヤ系ぐらいしかないと思いますね。まあホグはちょっと増えると厄介ですけど、高回転環境になるのかな、もしかしたらわかんないですけど、今も結構オールブレイカーとか入ってますけど、まあマジエッチャとかね、その辺を加法なかったのは多分皆さんいろいろね思うところあると思うんですけど、よいしょ、おすげ え待って、めちゃくちゃエグいデッキ来た。バルーンスキラーはやばいですね。さあ危ねえ、トイック一発入るが、まあこれはちょっといい感じに両サイカウンターになればいいかなと思いますね。あと大砲が増えたら、今すごいボムタワーがね増えてるんですけど、まあ、そのボムタワーの枠が大砲になるかな、どうだろうね。なんかそれなら結局ボムタワー強いんでボムタワーでもいいって感じがするんですよね。あのクエイクがもし増えたとして、大砲って普通にクエイクのね3発でこうポッキリ折れちゃうんですけど、ボムタワーってクエイク3発当たってもミリ残るんですよ。なんで結局誘導できるんですね。ユニットを最後まで誘導できるんで、まあ、そういう点で空にもね対応できますし、ボムタワーが優秀なんですよね。結局ね、結局ボムタワー優秀。まあ 2.6 がちょっと増えるのは結構本当だと思うんですけど、本当というかね僕の予想ではあるんですけど、結構強い環境だと思いますね。マジでホグの弱点といいますか、26ホグの弱点ディガーが下方というのはでかいですね。まあ言うてね、正直ディガー下方ってなってますけど、下方したところでそこまでね使用率も下がらないと思いますね。なんか他のカードは何だったかな、結局なんか強いやつ下方されるんですよ。メガゴとか、メガゴとか今3、4回ぐらい下方されてるんですよ。あれなんか結局優秀で万能でいろんなデッキに入ってきて、ラバとかジャイとか入ってきて、結局何回も下方されて下方されて下方されてるけど、メガゴの代わりっていないんですよね。あの3コスで空にも陸にも優秀なね、あの単体攻撃のっていうのが結局いないんで、ディガーの代わりも言っちゃえばいないんですよね。なんで代わりのいないカードをどれだけ下方したところで、まあどうせ使われるんですよね。まあ若干下方がねすごい響いてくるのかもしれないんですけど、正直なところは使用率は多分ほぼ変わんないとは思いますね。結局強いカードは強いんですよね、という感じだと思います。まあわかんないですけどね、そう、これはあの僕の考えなんで、なんですけど、まあディガーはそこまでは減らないと思います。まあ、ちょっとは弱くなると思うんですけど、気持ち程度ね。さあちょっと負けそうですが、いい感じにムートが刺さり、ゴーストも刺さり、まあ危ないですがフィニッシュという感じですね。ムートダメージ 5% 上がって175になるのか、何をワンパンできるようになるんだろうね。何かをもう絶対ダメージが上がるってことは、何かに対してワンパンできるようになるんですよ。ワンパンっていうか何かをね、たまたまアーチャーをワンパンとか、あ無理ですね、絶対無理だ。何なんだろうね、何かが変わるんですよ。なんでそこもちょっとね、全カードあるとさすがに分かんないんで、まあ今まで3発で処理してきたカードが、まあ、2発になるみたいな感じで、若干のね、はい、細かいところが変わってくるのかなと思います。というわけで、まあホグと
ホグ環境と、まあ、ホグに強い、まあ、何かの環境かな、ホグ環境かなと思いますね。はい、というわけで、ホグ動画今後いっぱい出していきまーす。というわけで、まあ、こんな感じかな。アップデート動画はあんま今まで出さなかったんですけど、はい、また出してみようかなと思います。またね、環境変わった後の、なんかこういうデッキありじゃねみたいなのもね、出すんで、よろしければお試しじゃなくてね、見てみてください。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。